お疲れ様です。お疲れ。この後はもうめっちゃ暗くなりましたけど。もう暗くなってきたな。だけど梅吉ちょっとこっからまたもうちょっと移動せんとあかんのよ。はい。で、今度倉敷から今津山の方に移動してるんだけど、その津山でまた純組の仕事のやつがあるので、はい、それに向けて津山に行かなきゃいけない。じゃ津山に向かってるってことですね。そう、それで純組の田植えとか稲刈りとかを、はい、一緒に手伝ってくれてる住みます芸人がいるのよ、岡山の、はい、その住みます芸人の子とはもう旅に参加してもらおうかなと思ってて、その子が今運転しているハロー上田。そして輝く上田。うるさい、うるさい。ハローちゃん。はい、すいません。フルパワーのやつ初めて近くで聞きました。ありがとうございます。何て言われた？多分、ふーって。めっちゃいいタイミングで。そらそう、ふーって。わぁ、綺麗。こういうお風呂になってます。岡山で有名なんですか？いや、ここでしか見たことない。こんなのある？あ、梅吉さんなんですね。あ、そう、梅吉です。さっきコモさんが梅吉取れるかなって言ってたんで、なんかお店のことかなと思って。梅吉予約できるって。梅原という。あ、梅原です。梅吉という私が呼んでます、ね。梅吉とマネージャーが同行するみたいな感じでやってるんです、はい、番組を、はい、で今この服とかも今アパレルもやってるん で、はいはい、でそっちの方の打ち合わせが終わって今、はい、太郎ちゃんと合流して今から津山に向かってっていうパターンなんですよね。僕に似合う服なんかあれしないのよ。すげえや、ほんだもん。で、ラグビーワールドカップやったから、なんかラガーマンみたいな服着てるけど、最近買ったばっかりのやつなんで、ちょっとラガーシャツ。はい。って言われる。ハローちゃんっていうのが、はい、梅吉ちゃん。はい。今、マニワなんですね。マニワ市。マニワ市。住みます芸人で、ハローちゃんも、まあ、岡山市内でも仕事あるんだけど、はい。マニワでもちゃんとこの地域創生というか、うん、まあ、この町おこしという意味で、銀杏木っていう、はい、山芋なのよ。もう幻の山の芋と言われてる。もう本当に粘りがあって。もうほぼね、すってもほぼお餅ぐらい、もう塊で。すり鉢にするじゃん。はい。そしたら、そのすり鉢をひっくり返しても、山芋が落ちない。すごい。粘り強すぎる。見たことない。本当なんですよ。これマジ。幻の銀杏、これ本当に銀杏って美味しいんだけど、今そういうやつ収穫したりとか。今収穫中ですね。へえ。テレビとかでこう結構中継と来てくれるんです、うんうん、地元の、うん、でそれですり鉢で吸って、まあ、落ちないですよってやるんですけど、うん、1回ぐらい落ちてくれって思うんですよ、うん、芸人的には。でも落ちてくれないんですよ。落ちてくれないぐらい本当に粘りが強い。本当なんですね、はい、本当にすごいんです。ここが今日の宿、あ、宿じゃん。今日の飯。疲れてます。飯。飯。うん。今日の夜飯。1時間20分くらいかけてきたけど、見てくれる？ポツンと行けるんです。突然光があったところに。はい、あったと思ったら、ここに集まりましょうということですね。とにかく、まあ、炭火焼きの店。村のじゃないですけど、町の。町の集落。ここの焼き鳥がうまいんですよ。やったー。焼き鳥食べましょう。最高です。はい、で、明日は打ち合わせという。はい。はい、お願いします。こんばんは。おはようございます。飯食いに行った後にちょっと風呂入りに行きたくて。これめっちゃいいですね。それ銭湯行ってもいいですか？もうずっと行ってる銭湯。銭湯、うん、そこの銭湯はちょっと梅吉にちょっと見てもらいたいものがあるので、ちょっとまあ行ってくるのあれで、うん、何ですか？これは親鳥。親鳥。だからちょっと硬いんだと思う。ポイポイしてる。あ、そうそうそう。こっちがせせり。あ、おいしい、やっぱ。岡山やっぱ硬いですよ。結局、しわいという。硬い。で、しわい。しわい。岡山弁。
岡山ですか。あ、見てるな。うん。うん。以上でお揃い。はい。ちょっと。しまさ、親鳥が、はい、僕はもうめっちゃ美味しかったんで、親鳥、親鳥、はい、もう一本食べます。日本、日本、サモン、親鳥の皮も少しだけあるんです。それをお持ちします。すみません。すみません。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。優しいなさ。親牛と、はい。少しでございます。ありがとうございます。こんだけしかなかった、ありがとうございます。めっちゃ貴重な親皮、うん、親の皮一本しか、今日はもう今日はこれで皮一本しか、これ使いしかなかった。みんなで食べましょう。いや、こうして、いいよいいよ、全部コリコリしてない、なんか思ったより皮のイメージ、うん、うん、うわ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 、このコリコリ、皮が見た目じゃ伝わらないですよね、まあ、もうちょっとブニョブニョってしてるイメージじゃん、はい、皮綺麗なんか残るっていうか、うん、これはもう親の皮なんで硬いんですけどうまいんですよ、味が。これ癖になります。癖になるとどんどん出てくる。ここはいつもお世話になってるあの温泉でして、はい、瀬戸川温泉さん、はい、いっぱいいますね、はい、潜在写真を存分に、はい、何杯ありますか。6単面、6単面あるのに7単面で、すいません、今日あのちょっと色紙用意したから毎回忘れてんの。一つありゃいいのに、もうな、6つあるんです。いや、これはお姉さんにお渡ししましょう。で、もう2台何だよ、もう宮北って言うんだ、見てるはずなんですけど、私はまだ取りたい。すごい確実に見てるんだよ。ありがとうございます。毎度毎度17枚目、名前で17枚で、私17枚、裏にあります。サイン7枚目書きましたけど、いや、実質はもっとあります、ね、実質はもっとある、もう10枚ぐらい書いたいので、はいはい、毎回初見でサインくださいよ。ちょっとぬるめのいいですね、こんな温度が、いいですね、はい、こんなにずっと入ってられるもんね、ここね、はい、もう本物さんも津山に帰られたら、うん、まずこの津山来たら絶対瀬戸川や、はい、どういう感じになってるか、ちょっとこう、こっち側、はい、じゃあちょっと、うん、これどうやって行くんですか。こうこういうふうに、こういうお風呂になってます。いい風呂でしたな。最高でした。どうでした、海的。最高でした。風呂入った、風呂上がりね、これ行ってください、皆さん、このあのお酒飲める方ぜひする、はい、これ、はい、うちの純組の会社と一緒にあのやらせてもらってる金田さんの商品、あ、ビール、金田さんの商品、はい、へー、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おお。はい、失礼します。じゃあ、素敵なお買い物です。はい。ありがとうございます。今日は梅吉お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも、さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいな、あれで、あれで、ぶつせるんだから、すごい。ああ。美味しい。お姉様、ストライク。なんで私が今、ストライクって言ったか分かりますか。ちょっと分からん。ストライクって言ってますか。え、マジですか、アンパイアだったんですか。元高校野球の審判員。かっこいい。すげえ。石炭になる前のドロッドロのやつを樽にちょろ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 燃やしてあの癖をつけるんです。それがないとね、ピュアモルツって言って、はあはあ、その原酒がないとね、はい、装置が作れないの。へえ、美味しそうに語りますね。このテンポとかね、この音符がなんかこのジブリの中から出てくる音と相まって、本当に見える、
ウイスキーの神様。忘れちゃいけないのは、アウルの伝酒。伝酒飲みたくなるな。今のところはよく行ってたところなんですか？そう、今のところは、あの、親友の幼馴染のお家のすぐ近所なんで、はい、みんなお酒飲むけど、俺はずっと我慢して、あー、なるほど。6年間、あそこでもアイスコーヒー飲みを、あー、ずっといただいて、お酒一滴も飲まず、あそこでは。あそこの初。あそこの初。泊まる宿はこっち。ここ。ビトさん。そう、美しい都とかビト。ビトさん。はい、今日はビトさんにお世話になります。今、一日終わって、ビトという宿に戻ってきました。めっちゃ綺麗なお部屋です。それでは、おやすみなさい。おはようございます。おはよう。この後どこ行きますか？今日ですか？はい。今日は、純組はお米のプロデュースしてるんですよ。はい。なんで、ちょっとその、津山市の実際にお米をプロデュースしてる場所。はい。田植えから稲刈りまでお手伝いしてるんで。はい。そこの場所の農家さん、米井ファームさんっていうところに行って、はい。今年のお米の出来の具合とか、どれぐらいをどうしましょうとかっていうお話を。はい。わかりました、はい。お願いします。はい。お願いします。海外は、米井さんです。はい。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。米井さんの梅原です。梅原と申します。お願いします。よろしくお願いします。こっちが実際に、お手伝いしている田んぼなんですね。はい。はい。結構やっぱ、改めて見たらやっぱり広いですね。結構広いですね。普通の田んぼよりでかいですよ、どう考えてもね。ああ、ここはね、ちょっと、特別、まあ広い。特別区画。資源豊かで、すごい多いのに、はい、なんせ、働く方が、はい、こんなにして少なくなってったら、どうやって維持すんのみたいな。この水路一つにしても、もう掃除する人が、もう、いないんですよ。そういうところも。そう。まあ、酸性雨ってこう、はあはあ、るでしょ、はい。で、酸性の雨を降ると、はい、やっぱりこう、田んぼにこう、含まれてるミネラル分とか、うん、そういったものが、こう、溶けて、流れ出ちゃうんです。うん、そこで、まあ、岡山県は、はい、カキ殻が、カキ殻がというか、そのカキか。カキ。あれでしょ、はい。カキ。オーシャーンのミルクと言われてるの。マイクやっと出てきてる。ですよね。そうそう。ですね。あれが、いっぱいあるから、はい、柿殻がいっぱい出るんですよね。はい。で、柿殻がいっぱい出るから、まあ、それどうするっていうところから、まあ、最初始まったんだけど、はい、普通はね、その、うん、柿殻どうするって言ったら、いらない何も捨ててしまおう、あ、そうそうそう。本当はな。なりますよね。なるなるなる。話が止まるんだよ。止まらないでどうぞこのまま全部あるやん。気持ち欲しいな。でも普通、はい、まあ、っぽい、うん、まあ、するやつを、うん、田んぼにこう入れてあげると、はい、どんどんこのミネラルが補給されて、はい、お米もいいものができるし、はい、あとはまあ、その、海に流れ出たミネラルが、また山に帰ってきて、はい、循環、海と山がこう、入ってすごい。カキ殻がだから増えるってことは、カキの消費量も増えていただいたら、そら、うん、漁師の方々も大変、うん、そら嬉しいし、うん、増えれば増えるほどカキ殻が増えるんで、はい、それは今度はうちに、こっちの方に、うん、山に戻しましょうよは、はい、SDGs 一番これリリースしてるような気はするんやけどね。はい、そうですね。うん。で、それが美味しくなって、またこれを消費するわけでしょ、はい、お金を。はいはい、これを、純組はもう、はい、さらに、全国の人に食べてもらうように、はい、宣伝も PR もしていかなきゃいけないわけで。米井、はいはい、さんってだって元前職、うんうん、お堅いお仕事じゃん。そう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 、そうです。僕は前職は何ですか？市役所ですね。市役所の職員です。市役所を辞めて、農家さんになったんですか？普通考えたら、うん、市役所でいいじゃんって。一番の安定競争。うん、そう。いやいや結構みんな憧れる。まあまあ確かに、はい。そうですよね。まあ、うん、でもね、まあお金は安定してるんかもしれないけど。市役所は。そうそう。だけどやっぱりこの、
それはおじいちゃんとかおばあちゃんとかこう話聞くでしょ、はい、困っとるわけですよ、はい、あのいやもう担い手がおらんでなその、はい、農家のあれが後継ぎおらんでいて、はい、言うててそうですね言うてて自分は給料もらってるわけですよ、はいはいはい、普通にそうか、なんか心苦しいですよ。やっぱり役所としてのお話は聞けるけど、はいはい、だからといって何か自分でできるかってなったらっていう、もどかしさの前に月には安定した給料自分だけもらってみたいなことに葛藤があり、現場に出てきて地域変えてやろうじゃねえの、はい、かっこいいね。革命児ですわ。いやいや、まあに販路拡大していきます。いやもう嬉しいです。いやそのような毎年ありがとうございます。いや普通農家はねそんなことできないですからね。ああ、まあ、まあ作ることが専門ですね。作るだけでももう手一杯ですから、はい、本当に本当ね売っていかないと、うん、なかなかやっていけないけど、はい、売るなんてできないですから、うん、そう考えたらもう最強のタッグですよね。小売業は、はい、作る売る、そう、はい、卸の純ちゃん、はい、卸の純ちゃん、はい、小売業の純ちゃん、小売業の、はい、いやいいですね、なんか小売業の純ちゃん、はい、いいですね、笑いも取って客取って、はい、コメント取って、コメント、はい、さばいていきます、はい、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、これからも、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、今からお昼ですか？今からお昼行きましょう。梅吉もちょっと、まあ、お腹空いたでしょう。お腹空きましたね。タイム。カレーが、魅惑の一品って言ってたんですよ。え？あ、知らない？知らないです。初めて見ました。え？赤色オムライスに白いルーですよ。え？知らない。知らない。ホワイトカレー？え、岡山で有名なんですか？いえ、ここでしか見たことないです。何味ですか？食べてみる？食べてみたいです。はい。でも、ホワイトカレーってリーズの稲葉さんが吠えてますんで、キムチピラフは音が鳴ってますけど、ね、ってますどこから出てるんですかその音。こんにちは。オーケー、カレー。じゃあカルボナーラカツカレーホワイトカレー、はい、すいません。ここにだいたい番組の合間に食べに来るんですよ。カツカレーと、はい、ホワイトカレーとカルボナーラ。ホワイトカレーとカルボナーラとカツカレーって似たよな。カランパンの3人とも。クリーム系ばっかりだ。梅吉結構変色っちゃ変色よ。あ、めちゃめちゃ変色です。で、意外と梅吉と俺意外とその、はい、それ以外のそういう感触系の、 あの好みが合う。一緒なんですよ。枝豆。昨日も同じアイス買ったんですか？昨日もシェアするのかなと思ったら同じピノのカフェラテ味2つだ。これめっちゃうまいんだよ。これめっちゃ速攻買ったんだ。あれうまいですよ、ね、あれうまいな。させて土を落としてヒゲを焼いてとか、その作業の方がほっとする。うわーすごい。お水、はい、白い、取ります。いや見たことないってこれ。どこの何の料理？どこ？津山名物じゃないんだもんね。だからここもオリジナルとか。お母さんオリジナル。結構あるじゃないの？ある？全国に。え、見たことないけど。初めて見た。今からどちらへ？うん、これはもう最後の打ち合わせになるんだけど、はい、いわゆるあの金達さんって言って地域商社、はい、いろんなあの商品を扱ってるところに、はい、あの純甘もあのふるさと納税としてできるかどうかっていうのと、はい、ハローちゃんのその原子武器、あ、うん、落ちない、そう落ちない、全然簡単にしても落ちない落ちない、はい、それをちょっとこの打ち合わせにしていくという、はいはいはい、お願いします。すごいお堅いあのお話ですけど、お笑いゼロ、ノンフだけ、ノンフだけ、市役所の方も来てます。マイク置いてきましたか？そう、ノンフだけで聞いて、ちょっと、ちょっとここに、あ、マイクは仕込んでますね。はい、ただこれがっつりお金の話、お金の取り上げの話もちろんです。はい、ラベルなんですけど、自分のラベル、オリジナルラベルは本本純一が出さずに、甘酒が美味しいよ、誰が作ってるの、どうしてんのってなった時に本本純一が出したいっていうのが僕のコンセプトであったんで、あれですけど、企業さんとのコラボっていうので本本純一さんが前に立った方のが、うちは俺自信があるんだったら津山のところは本本純一っていうところが入ってても僕は問題ないなと思ってます。
それ開封後は用冷蔵ですか？はい、用冷蔵。開封前は？あ、常温です。で、1年。はい。用冷蔵の場合は、封開封してから、1週間から10日を目安に飲んでください。あと1日の目安が、だいたい 100ml から 200ml を目安に飲んでください。と、うん、いうことなので、まあ、500ml だと5日間ぐらいでなくなるかな、という感じ。で、このチーム津山の返礼品でこうやりたいので、今、トイレに、今、その瞬間にトイレに行きましょうか。マニュアルの方で、ああ、いやいや、今ちょうどマニュアルの方でやってて、すみません、今、ハードウェイダーも、禁止に行っている、山の家を吸っても、逆さにしてもいいし、これだけの、チーム津山で作った食材 のイベントみたいな。いや、そのとおり。で、来期からは、イベントを打っていくっていうのは、金田さんと純文と吉本といろいろ組んでお笑いステージから MC できますので、でそういう時に飲んでうまくなそうで、すごく正面や場にはいろんなところの物産が、そうです、周辺の物産来るのも喜ばしいことなので、なのでそこが何がわからないかっていうのがコラボできていたらいいなと思っているので、で飲食ができて、テイスティングできてっていう時に、ハローを呼んで、ね、司会やって入れるのができない。はい。ね、マイク、マイク、マイク。いや、今日は真面目な話をなんか出す機会。こんなに真面目な話をしてる。そうです。もう一回、ラル、ラルの、もう一回確認。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あなたの原子部の話をしたとなんです。すいません。なんで急にどっかに行くんですか？タイミング。すいません。もうそれまでが本当もう一言も。いやもうどうし、俺これ、いていいんかなぐらい、でも強いの話ですし、なんで、ね、何の時こう、この場合はこう、どこをターゲットするかとか、そこで僕意見言えないじゃないですか。僕が言うと、いやいや、普通のこと分かってるとかなると思うんで。顔見たら笑っちゃいそうで、ずっとちょっと着手できなかったです。はい、そうなんですけど。でも気配消すって言っても、目立つとこ座ってるし、河本さん横座ってる。気配消すのも無理だし、どうしようかな。んで、歌うタイミングなんてもちろんないです。急に、ビーズ出した時に、はい、いや、まあそうなんですけどね、すぐシャッとやられましたね。2、3回結構チャレンジしてたんですけど。はい、いや、その、まあ、満勤で歌うとかもちろんできないんで、後半、河本さんにも無視されてなかったですか？はいはい、こんなにアローになるとは思いませんでした。すいません。経営者のちょっと顔してる。ただこれがすいません。河本の純組の仕事です。はい、真剣に取り組まれます。どうですか見て。純組の仕事。いや、いつも見ない顔なので。ああね、普通、いつも多分見る顔って、真面目な顔で真面目な話してても、どこかで、はい。開けるスタンバイができてる。はい、ああ、確かに。スタンバイもない。もう全部、もう置いて、全部置いてきて。全部置いてきて。はい。梅吉はね、パンツ一丁で縛かれてるところも、見てるし。それでお尻怪我してるところも見てるし。ちょっと見て、ちょっと気づいたも見てるし、はい、これも見た。で会議室も見てるし、全部見たんで、これでまた一緒に仕事していきます。はい、お願いします。これからもよろしくお願いします。お願いします。こちらこそお願いします。お疲れ様です。